明日はでもお仕事があるので、なんだっけ、朝やろうかなって思っておる。ハート10個ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。あ、ピンズレた、もう取ろう。マジで後ついたじゃん、最悪やね。あ、でもいいや。そう、前髪がね、めっちゃ伸びて、伸び伸びきって、頑張って前髪巻いたけど、もうやばい。巻いてもこんだけ長いから、ちんちこちん見てくださった皆さん、ありがとうございました。とても楽しかったです。そう、約っていうか、ちょうど半年ぶりだったので、6月9日だったので、前回がそう、るーちゃんってやった時が最後だったから、すごい、いつ今度できるかなって思ってたけど、今日できて嬉しい。ありがとうございました、見てくださった皆さん、ありがとう。すごい光飛び、何、白飛びってすごいする。しょうがないから、ありがとうございます。ありがとう。ドラえもん最高でした。本当に、じゃあもう一回見せてあげる、ドラえもん。もう超力作やから、もうぜひなんかアイコンにしてください。もう、このドラ焼きめっちゃ上手じゃない？そう、めっちゃ上手、このドラ焼き。これポイントですね。いや、めっちゃ可愛いもん、ドラえもんドラえもんです。可愛い、キュン、めっちゃ可愛い。やっぱちょっとこの辺に飾るべきかもしれない。飾ろう。イズリンのも見せてあげる。これがイズリン、今日描いたやつ。イズリンこうやってこうやってやってたから、それをイズリン描きました。イズリンだよこれ。でも割とわかる気がする、目とかそっくりじゃない？イズリン、くりちゃん、かわいい。ゆずりんってかわいいです。ちょっとメロンパンみたいになっちゃったけどこの辺ちょっとメロンパン味があるけど、ね、まあ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 、そこはいいとしましょう。そう、ゆずりんはお目目パッチリだから、それを、そう、初めてこのスケッチブック使った。最近っていうか、一回買ってから使ってなくて。大人のバラ10個ありがとうございます。すごい、この色みたい。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。クリスマスのリース、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そう、今日なんか仮眠してた時に、そう、殺されかけたんですよ、夢で。マジで怖かった、すんごい逃げてたけど、夢の中で起きた時にハッってなって、ああ夢だ、よかったって思った。殺されかけました。やっぱそういう夢って見るんやなと思って、めっちゃ怖かった。いや怖い、怖いよ、汗とかね、そういうことじゃないの、もうそれぐらいマジで怖くて。しかも携帯充電しすぎにやったから、充電が 32% しかなくて、今急いで充電してる。危ない、充電しながらやればよかったの、ちょっと後悔してます。そこら辺
そう、殺されかけたの。しかもなんか結構お年寄りの方に殺されかけそうになった。危ない、怖かった。夢が久しぶりにあの怖い夢見た。そう、本当は今日カチューシャしようと思って、カチューシャしようと思ったんですけど、なんかカチューシャをしようと思ったのがもう配信始まる直前だったから、ちょっとね時間がなくてやめちゃった。本当はでもカチューシャしようかなと思ったんですけど、やめた。カチューシャをやめました。そう、この間、この間11月の12月1日かに着たコーデですね、これは。あの赤いなんかニットみたいな、下はでも下は本当は長いレザーのスカートだったんですけど、今日はちょっと短いやつ履いてます。座るから長いのとあれだなと思って。まあでも立たないし、なんかズボンとかでもいいかなと思ったけど、あのやめちゃった。なんかあるといけないからスカートにした。すごーい666だ。そう、下でやりでもいいかなと思ったんだけど、ちょっとねそれはあれかなと思ってやめちゃいました。そう、指輪してネックレスして、あとピンつけました。まあもうあとついちゃったからしてないけど、ついちゃったピン。かわいいでしょ、ドラえもん。それでね、こうやってパッチンってできるやつじゃないとつけれないの。そう、これはなんかビーズみたいなついてるやつです。ビーズがついてます。かわいい、かわちい、かわいいでやんすって、かわいいでやんす。かわいいでやんす。おはようでやんす。こんばんはでやんす。お疲れでやんす。寒い。な、靴下履いてないからマジでもう寒い。冷える、足が冷え冷え。冷え冷えだ。楽しかったでやんす。ありがとうでやんす。こんばんは。なんか前髪とかさ、もう今度椅子のこと声であげちゃおうかなとか思うけど、やっぱいいや。ああ、そう、今日作った台本ですね、落ちてプリントしました。おでこ出すの嫌ですか？嫌じゃない、別に。ただいつも出してないだけ。でも何回か出したことあるよ、公園で。そうです、おでこ広いんだよね、嫌なのそれが。それが嫌なんですよ。あとなんかおでこがなんか三角形みたいなやつの形でちょっと、ね、
う意外と書いてあるんだよ、いっぱいびっしり13ページぐらいあるのこの台本。そういっぱい書いてある。そうちゃんとゆずはなんか読むときになんかこうやってなんか線引いて見えるかな線引いてここで区切って読むみたいな、なんとかなんとかのなんとかなんとかでみたいなところでちゃんとこうやって線ピッピッて引いて読みやすいようにするのがポイント。そうじゃないと流れで読んじゃうから、そう読みやすいように自分もそう以上なんとかなんとかでしたみたいな感じですね。そうじゃやっぱ長い文章とかだと余計に行き詰まっちゃうじゃないですか。そうだから読むときはそうちゃんと線でこうやってピッピッて引いて、そう2じゃないよとかもそうなんですけど息継ぎをするところ、これはねあのね自分からやり始めたんじゃなくて、あのアプビーの時にあのねいつも一緒にやってくださってるキリーさんがやってて、あーそうやってやってるから読むの上手なんだと思ってやり始めたやつです。そうキリーさん知ってます？皆さんすごい読むの上手なんですよ。そうだからあこれはやるべきだと思ってやり始めたっていう話。そうキリーさんね一回聞くとやばいプロだってなるよね。そうそれはちょっとこっそり見てあこうやってやってるんやと思って。そうでもこれやるとやらないとなんか読みやすさが違う気がしてる自分の中で。なんかやっぱ引いてた方が区切りやすいし、そう読みやすい。だから良き。だから皆さんももしこういう文章を読むことがあればやってみてください。やっぱ点をさついてるところだけだとさ私そんなに息続かないから、そうで違うんですよね結構聞いてる人も多分まあそんな変わんないかもしれないけど、そう例えばだよ各メンバーのお家からズームを使ってと各メンバーのお家からズームを使ってだと違うじゃないですか聞こえ方が、そっちの方が聞こえやすくないですか最初の方が。そうだからやってるの。すごいなんか私しかも滑舌がね良くないのでこうやってやらないと。台本は読みはしてるの。あでもこれは線引くときはちゃんと読みながら頭の中で読みながらなんとかなんとかのなんとかなんとかでって自分で、あここで行った方がいいなみたいなところに線引いてますね。うん。その方が読みやすい自分的にも、私も相手の方も聞き取りやすいんじゃないかなと思ってそうしておりますっていう感じで。ね、マネージャーさんに自撮りを送らなきゃいけなくてちょっと送りますね。送りました。送ったぜ。そうなんか読むのがもう根本的に私は下手くそなのでそうやってやっていかないと下手がバレちゃう。今自撮りを送りました。あのツイッターに載るやつですね。そうそれを送りました。15分経ちましたかね。あもう今テロップが出てるのか。これがテロップ消えたらもう終わろうかな。こんばんは。
こはドラえもんクラント、ドラえもんもう一回じゃあ見せてあげますよ、私が自信、私の自信作のドラえもん超上手だから。ドラえもんかわいい、私のドラえもんやっぱかわいく見えてくるよね、やっぱ自分で描いてるしさ、こっち見てるもん、私のこと見てる、めっちゃかわいい。でもこれちょっとドラ焼きはなんか失敗したけど、こっちのドラ焼きはやっぱかわいいよね、うん、上出来です。これちょっとなんか分厚いハンバーガーみたいになっちゃったけど、これは大丈夫めっちゃ可愛いもんだってドラえもん。めっちゃ今目合ってるでしょ、みんなのこと見てるんだよこうやってちょっと怖いよな。まあそろそろ終わりにしたいと思います。今日の配信もね見てくださってありがとうございます。ちょっとアフター配信はちょっと短めなんですけど、全然こっちをね約1時間ぐらい見てくださった皆さんありがとうございました。ではまた明日。ドラえもんって聞かれた、ドラえもんですよ、ドラえもんにしか見えないじゃんそれちょっとわかんないけど、ありがとうございました、バイバーイ、またね、バイバーイ、明日は朝します、バイバーイ、ありがとうございました、バイバイ、またねー。